でここで県の方はですね、フェリーで逃げるフェリーが250人定員ですので5000人収容の、5000人の人口を、とてもフェリーで逃がすわけにはいきません。県の方はですね、何かあったらこの地域の人は船で逃がすと大分県に言ってるんですけれども、フェリーは250人定員ですから逃げることができません。それでそれぞれ持ってるこの船で逃げろと言ってるんですけれども、ここの漁師さんたちに話を聞きますと、そんな近所の人誘って逃げるようなこともできないし、第一船はですね、いつも西向きに風がですね、特に冬場は東から西に吹くんであって、なんで放射能と一緒に西に行かないかんのかねというふうに言っていますね。これはですね、避難所に行く夜ぼこりの集会所に行く道です。こういう道を歩いていくわけです。これが夜ぼこり公民館集会所ですね。ここが避難所になっています。この周辺はこういう地形です。こういうなんか道の上に建物のあるようなところを通ります。回路ですけれども、津波の時には海は使えません。それからこの間11月の避難訓練の時にはヘリコプターが飛びませんでした。大した風ではなかったんですが、風のために飛ばないということはよくあります。ここの人たちはどうすればいいんでしょうか。まず複合災害ということで、地震などで津波が起きてですね、海が荒れている、また天候が合わせて、その時、合わせて天候も悪いという、津波、要するに地震と台風と一緒に来るようなケースということだと思いますね。地震ですとね、津波ですから、どこかで地震が起きて、合わせて天候も悪いという時に、その場合につきましては、緊急対応の中では、屋内退避をするということでですね、今、考えております。いや、距離的には5キロの外でございますので、UPZ のと同様に、いわゆる通常の UPZ と同様に屋内に退避していただいて、それで天候が回復してから、避難をするという、計画でございます。手元ではそれを見捨てられていると思っています。と思います。避難できない人がいてるのに避難計画ができたなんていうことがおかしいんです。で一応ですね、で地域の方の防災計画の中では、その万が一ですね、回路もから空路も避難ができないというふうな気象が続くことを考えまして。物資はですね、それぞれ7日間分をですね、まず屋内退避できるようにしております。ですからもうその7日以内にですね、物資の供給もしくは空路での避難といったところをやると、台風が1週間ですね、ここに座るということはちょっとまずないとは思いますので、ですから天候の回復を待って避難するということで計画されております。そしたら500マイクロで本当は避難なんだけど避難できないから7日間は屋内退避してもらうと、その場合の被爆量もちゃんと出してくださいよ。結局ね、避難させるって言いながらできないわけですよ。避難できないでしょ実際。現在はですね、UPZ の、すみません、予防避難エリアのところには現在確かに放射線防護の、対策をした施設というのは現在4箇所しかございません。そのためですね、現在の、予算をですね、追加のですね、工事をするということを今進めているところです。5000人全員が入れるシェルターを作るんですか。ですね、一応、UPZ の外のところですね、岬の先の方に、中心ですから、どこにするかというところについて、まだこれから計画をするところでございます。それはいつできるんですか、何人収容なんですか。それなのに再稼働するんですか。全員収容ですね。5000人分の1週間分の食料とこ、いつ揃えるんですか、それ。ましたよね、計画でも。ね、そしたらいくら食料だけもらっても
あれですよ、本当に木造の家が多いね、あの地区でどうやって被爆を防ぐことができるんですか。ちょっと